ATX ケースを空にして横倒しにした状態。マザーボードはこの中に水平に入る Apple の iMac。LCD スクリーンの後方がケースになっており1.25インチの厚さの中に全ての部品が入っている。PC ケースはパソコンのマザーボードやそれに付随する部品を組み付ける箱のことである。似たような名前でノート PC 用のケースもあるがこちらは 持ち運び時や保管時に入れておくものであり、本校で説明するものとは異なる。PC ケースなしで部品が剥き出しの状態でも、パソコンを稼働させることはできるが、精密機器である PC の構成部品は、埃や水、衝撃や振動から守るために、通常はケースに部品を組み付けて格納する。また、PC の高性能化とともに、熱問題が、 深刻化してくると、適切な冷却のために、内部通気のコントロールも、重要になっている。市販されているものは、放熱や強度を考えて、金属製の部品によって作られていることが多い。主に使用される素材は、アエンメッキ鋼板ステンレスコー、アルミニウム合金などである。アエンメッキ鋼板は安価だが重く、長期間の使用で腐食する、可能性がある。 ステンレスやアルミ合金は腐食の心配は低いが、亜鉛メッキ鋼板より高価になる。またアルミは軽いが強度が低く、特に組み直しの頻度が多いとネジ穴を潰してしまう、可能性がある。比重の軽い素材を用いれば、軽くできるが、ケースは、ある程度の重量と剛性がないと、内部からの騒音やドライブの振動を吸収できない。性能は格納性、頑丈さ、デザイン。 工作制度、放熱性、その他の部品との相性などによって異なる。当初、PC は高価な機器であったこともあり、ケースは頑丈に作られていた。1990年代後半頃から、PC、a t 互換機の普及と大幅な低価格化、また自作やアップグレードの一般化と,とともに、ケースも低コスト化と同時に整備性が重視されるようになってくる。 各部品を取り付ける、箱組フレームのケース本体に、大きなこの字型の外装カバーを被せる構造から、カバーは、付け外しが容易なように2ピースや3ピース構成が、一般的となり、他にもマザーボードを取り付けるバックプレートが引き出し、可能になったり、ドライブの取り付けが、レールマウントになる、等、蓄次改良が進められてきた。マザーボードと、 トータルで設計されるメーカー製 PC のケースにはドライブを所定の位置に取り付けるだけで I、O と電源の接続が同時になされ作業を効率化していることも少なくない。また前述の熱問題から吸排気性能を強化するために通気穴が増やされたりケース自体にファンが付くことが一般化したが PC のニーズが 多様化して静粛性重視で逆にファンレスのものも現れている。ケースの大きさは大きさによってフルタワー型、ミドルタワー型などがあり、小スペース性を考慮し、マイクロ ATX、ミニックスなどのマザーボードにのみ対応したコンパクトタイプ、キューブタイプ、スリムタイプのものなど、形も様々であり、最近ではアルミニウムフレームを使った、 オープンタイプのケースや内部のパーツを見せるために透明アクリルを貼った窓が開いておりさらに照明や電色を付加しているものも存在する自作パソコンではケース自体を自作することも見られその素材は木、段ボールなど様々である市販のケースを工具で改造しデコレーションするユーザーもいる PC サーバーではデータセンター等への設置用途で19インチラックへの マウントを前提としたタイプも多く使われる。PC ケースは、マザーボードや、高額ドライブなどの規格に合わせて、取り付け用のネジ穴などが切られているため、使用する、マザーボードの規格に合わせたものを使用する必要がある。そのため、PC ケースが単体で販売される場合は、マザーボードの種類に応じ、AT ケース、ATX ケースなどといった形で販売される。 ことが多いまた、ケースには、電源ユニットが付属して販売される場合と、サーバ用ケースなど、ハイエンド品のように、電源ユニットが付属せず、純粋にケースのみで販売される場合がある。ケースによってはフロントにドアを搭載しているタイプも、存在し、ドア付きなどと故障されている。サーバ用ケースでは、内部の部品を勝手に交換されたり、 特に内部の固定ディスクを盗まれたりすることを防ぐため、ケースに鍵をかけ、鍵を開けないと、ケース内部にアクセスできないものもある。ありがとうございます。